こんにちは、堀田大輝と弟の直人です。今回はコメントの要望で最も多かったディフェンスについて解説していきたいと思います。一つでも当てはまってしまったという人がいたらぜひ改善してみてください。バスケットではオフェンスができる人よりもディフェンスができる人の方が試合に出られます。なんで？ドリブルやシュートのようにその日の調子に左右されたり試合のムードに負けたりせずに安定してチームに貢献できるからです。なるほど。ではやっていきましょう。やってはいけないディフェンス一つ目、スライドステップに頼りすぎ。バスケットのディフェンスの代表的なフットワークはスライドステップとクロスステップです。スライドステップ。クロスステップ。スライドステップのメリットは相手の細かい動きに合わせて素早く方向転換できるということですが、スピードは遅いです。すでに抜かれているあるいは抜かれそうな相手に対してスライドスライドでずっと進んでも絶対に追いつきません。前を向いて走る人とカニさん走りの人、どう頑張ってもカニさんは勝てませんよね。抜かれたと思った時にはすかさずクロスで追いつきましょう。またクロスステップはスピードを出す時にはとても良いですが、足を交差させるため素早く方向転換はできません。追いついたらまたスライドステップに切り替えます。クロスステップとスライドステップをしっかり使い分けてスピードにも方向転換にも対応していきましょう。やってはいけないです。2つ目、誘導しない。ドリブルをついている選手には基本的にワンアームでつきます。この時にただついてじりじり下がっていっては相手のペースでどんどんゴールに近づかれてしまいます。自分から誘導していきましょう。まずじりじり下がるのではなくしっかりコンタクトを取ります。しかしここでコンタクトをするだけではスピードに乗って抜かれてしまいます。ドリブルは体の前でつかないとスピードは出ません。ということはつまり体の後ろでつかせれば有利な状態になります。コンタクトの後はしっかりポインティングして体の後ろでドリブルさせるようにボールにプレッシャーをかけましょう。ゴールに背中を向けたらこっちのもんです。ここで注意することがあります。オフェンスが後ろを向いているのにワンアームで詰めたらターンで抜かれてしまいます。後ろを向いたら少し距離を持ちます。また前を向いてきたらすかさずプレッシャーをかけましょう。やってはいけないです。3つ目、適当にプレッシャーをかけている。オフェンスは攻めるとき基本的には自分の利き手とは逆のポケットからジャブ、シュート、ドライブといった攻撃を展開していきます。ここを利きポケットと呼ぶことにします。適当にどこにでもプレッシャーをかけるのではなくこの利きポケットにあるボールに対してちょっかいをかけていきます。そうするとオフェンスは空いている逆ポケットへとボールを移動させてくれます。オフェンスは普段逆ポケットには慣れていないのでこれだけでめちゃめちゃ動きにくくなります。また慣れていない構え方によって上体がゴールと正対しなくなってしまう選手がほとんどです。
こうなったらディフェンスにとても有利ですね。何も考えずに適当にプレッシャーをかけるのではなく、しっかり考えて相手が動きにくくなるようにプレッシャーをかけましょう。やってはいけないディフェンス4つ目、腰を落としすぎる。ちょっとやってみてほしいのですが、膝を曲げて腰を落としすぎた状態ではめちゃめちゃ動きにくいです。自分の動きやすいベストな姿勢というのは人それぞれなので、腰を落とすという姿勢にこだわらずに動きやすい姿勢で準備しておきましょう。はい、いかがでしょうか。ディフェンスマスターに君はなる。チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。またねー。